動地震事故ニュース速報です。2021年3月18日午後7時55分ごろ、 JR 埼京線の池袋駅で人身事故が発生した。この影響で同線の大崎大宮駅間の上下線と湘南新宿ラインの新宿宇都宮駅間の上下線、新宿高崎駅間の上下線で運転を見合わせたが、同8時17分それぞれ運転を再開した。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。